M1 準々決勝振り返ろう。準々決勝終わりまして、終わりましたね。したらそれが動画になりましたんで、動画になりました。はい。思い出に残ってるみたいなんで、それぞれの、はい、思い出をね振り返ります。だ2回戦もね振り返りましたんで、はいはい、で今回はですね、はい、YouTube じゃなくてギャオっていうのに上がってるんで、はいはい、前回と違ってですね、うん、個室です。その前回は共同の部室だったじゃないですか。アイビアでしたね。アイビアだったじゃん。だから今回この個室を、ね、ぼる塾とねサムライスライスと同じ部屋で見ていきましょう。はい。うわー、いっぱい上がってるわ。いっぱいいますよ。結成ね、あーね、どんぐらいだ、60組ぐらいはいるのかな。いるんじゃない。どんぐらいはいますよね。結成5年になっちゃってるよね、まだね。これ言ってきました、M1 の下にちょっと、うん、もう3年に変えないから。ああ、言いましたね、うん、意味ないからね。だからサムライスライスさんが結成3年ってなってるからさ。本当ですね。まあ、事実なんだけど。はい、今から鼻かきます。手応えってどうでも、その手応えというか、お客さんはもらってくれたなっていう感じは僕はしましたけどね、うん、はい。手応えあり。あんまやんないよ。あんまやんないって感じでした。なんか本当に今いい気分になりましたそれの本当に久々に見たかなと。いいですね。まあ見ていきましょうか。見れたら大体わかりますからね。突然ですが、歌手になれる人はどんな人だと思いますか？あれ、この絶対よか。こんなつかみしてましたっけ？あれ広告だろ。ネタ飛ばしてるこれ。ネタ飛ばしてる。俺はまだ喋ってないだろ。喋ってない。知っている人もいますが、全員ではありません。作詞作曲ができる？いいえ、楽器が弾けない人だっています。はい、います。 B1 マネージャーからスカウト。設定がベタなんじゃないですか？スカウト。あ、来た。ちょっと普通に面白かったよ。ちょっと戻って、はい、さ、お前出てくる瞬間さ、うん、なんかそのなんか何平行に移動してる。ここ何今のとこめっちゃ多いじゃん。嘘、気づかない。え、よくやってますよ。マジで平行に移動してる。じゃあなんか、じゃ出てくる時にさ、あなたが横向きすぎるのよ。いや、マイクに向かって。いや、じゃあ会場がすごい広い、横に広いから、なんかもう顔をさ、見せたいじゃん。横に行っちゃうとさ、もう全く視覚になっちゃうから、もう一回見てみますよ。で、こう、横に移動して、ここからこの一瞬変なんだよ。横向きに広く開くことによって、あとちゃんとこの会場の広さも表してるんですよ。見た？俺がほら、やってたけど、会場の広さを表してるんだよ。表すって何なんだよ。いや、表した方がこう、ギュッとなるから。表しきれてはないだろ。表した方がいいね。で、はい、あと、細えな。それはもう、月ぶり多分、2回戦は太ってんだよ。いや、細いって。この角度一番細い。そう、それは毎回そう。ちっちゃ、ね、なんでだろう。なんでなんですかね。こう、顔が、横顔が薄いのか。そうじゃない。顔が薄いのか、うん、頭がちっちゃいんじゃないですか、もしかして。多分頭が顔は、顔の大きさって、ほら、顔の大きさってあるじゃないですか。顔めっちゃちっちゃくないんですよ。頭がちっちゃいんですよ。僕って頭大きいんですよね。はいはい、あ、本当だね。頭が大きいから顔がでかいんですよ、この角度の。はい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 。あんた頭ちっちゃいんです。確かに、俺の方がよっぽど小顔に見える。でしょ。でも普通に正面で見ると同じぐらいでしょ、顔の大きさって。そうだね、確かに、うん、頭がちっちゃいんだ。はぁ、続けよ。え、チンって言ったか。なんか待って、なんかチンって言ったな。ん、ちょっと待って、なんか変な音したなって。なんか注文したんだよ、これ。ダメよ。そのチンってなるまでマイク下げちゃダメよ、あんた。いや、これさ、ちょっとウケてたんだよね。そう、チンってなったからだよ。いや、ね、本当知らんかった。ちょっとウケてるかどうか聞かせて。チンってなってんだもん。ウケてんだもん。どうも、令和ロマンです。お疲れ様です。このまあ、カメラの周りの音に入ってないから。いや、ちょっとウケてたんだよね。いや、だからこれ、そのネタ的にちょっとマイクから離れるから、うん、その準々決勝会場大きいから、こう、うん、マイクを音を入れるために極限まで下げようって、これは言ってたんですよね。そうそうそう。でもチンってなるまで下げるとは言ってないから。俺チンってなったらダメなのよ。初めて聞いたぞ、こんな音。こんなはっきり入ってるよね。面白い。ダメよ、こんな音鳴らしたら。あ、そう。2人ならシングルス練習した方がいいんですよ。ちょっと俺の髪型が良くないな。あ、ね、なんかどうしたの。なんで風来坊みたいな感じ。そう。
で、この日ね、朝だからちょっと寝坊しちゃって髪切りに行けなかった。あー、そんなんもあってってことか。で、それを運命だと信じて出てきたんですけど、髪が、ボヨンボヨンだな。そうだ、あんたもボヨンボヨンだよ、でもほら。まあでもそれはいつもだからね。でも今回はしっかり、痩せたから髪型しっかりしようって言ったじゃん。確かに、うん、あの普通の人として生きていかないといけなくなった。そうだよ、痩せたから。痩せたからには堂々としたりとか思ったから今日もそこボヨンボヨンだから。ここはもうボヨンボヨン、同じとこがボヨンボヨンなの、あんたの場合。確かに、ちょっと見てこい、ちょっともうまだ17秒だから。話がね、南南西にそれましたけど、あんま違法にそれないからね。これちゃんと南南西だったんですかね。いや、多分違う方向性。違う、確か西南西とかだったよな。間違っちゃってる。いや、うん、ピアの中のそっち側みたいなの。あ、そういうこと。いや、まず多分南南西が今年の恵方じゃないよ。え、それ去年ってことじゃん、うん、とかだったような気がする。ニューピアホールから見て、うんうん、いいよ、ニューピアホールから見て南南西がどこか調べるのどっちだったんだろうな。あ、でも、うん、あ、西北西指してます全然違う。西北西指してるわ。全然違うんじゃん。これも原点かな。原点ですね。原点ポイント探していこう。探してもらう、うん、僕はあのね、あの道に詳しくてね。あんた道に詳しい。なんで俺のことあんたって言ってんすか。あ、でも全然言ってることあるよ。あんたって言ってる、言ってることある、言ってることある。なんであんたって、あんたなんて言ってましたっけ。あんたどんな目音漫才みたいなあんた道に詳しいの。確かに、あのね、あの道に詳しくてね、あんた道に詳しくて、あんた、確かにあんたって言ってる。ちょっと待って、ちょっと待って、そんなか、え、お前でかくない、でかくない、え、でかくないっすか、でかいっすよね、こんなでかくなかったっすよね、どうなってんの、マジでこれマジででかいんだけど身長177ぐらいある感じで、でかくない、いや、これが M1 効果これが M1 効果ってなんで俺に関係ないんだ。いや、それがもう M1 選手だから俺は出ちゃうんだよ、そういうところで。でかっ、でかいんだよ。なんでなんで、わかんない。でかくなんだよ、靴とかわかんない。 M1 の、靴は俺の方が薄底ですから。でかっ、お前でかいんだよ。でかい、ね、M1 って真剣に取り組むとでかくなるから肩幅もでかいしさ、なんか絶対的にでかい。ちょっと身長差コンビから身長差俺後ろにいるのに、ほんとだよ、後ろにいるのに俺の方がでかく感じ、なんで、やっぱあるんだよ。寿司天ぷらサムラちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、まずカメラがカメラが急に切り替わったと思ったら、うん、寿司天ぷらサムライのワンカット入ったんだけど、ワンカット入ってるな。なにこれ、悪意がある。さっきと同じとこ戻って、そのさ、うん、あとブツブツ言うでしょ、うん、ここがなんかあのネット上であの物議になってた一回、うん、あの本当に本当に何言ってるか分かんないって言ってる人聞きたいって言ってる人いたからそれは、うん、俺はもうね、この会場の序盤の前の人にしか言ってないから。これ何て言ってんの。あ、聞こえないですかこれ、うん、本気で聞いてね、本気で、本気でね、本気でね。トウモロコシのように座ったらいいんじゃないですか。正解何言う、あ、もっと席詰めて座った方がいいから、もっとトウモロコシのように座った方がいいんじゃないですかが正解でした。なるほどね。ハチ公と言いますと上野駅のちょっと待って、パパにびっくりすぎるの全身が震えてた今。あ、え、でももう一回やってたよ。すごい、あ、全身がこんな綺麗に震えるんだ。そうそうそう、かわいいな。飼い主、上野柴三郎の飼い主ちょっとこう、ちょっとそ外国人面白いな、ずっとそんなおどおどするんだ。確かにな、そんな、こんなおどおどしてたんだ、動画で見ると。そこ評価してほしい。昭和の人となりまして、かわいいな、外国の人が。その昼頃に煽ってんだ。もう逃げた方がいいよ、そんな怖いから。めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖い。今のも良かったですね。いや、おかしいって。良かったよ。逃げろよ、もう。そんな怖いやったら。ここから道案内は難しくなってくるところではございますが。アップ面白いな。アップ面白い。かわいそう。なんだこの顔。マジでかわいそうや。かわいそう。こいつかわいそう。うん、ただ、ただ、ハチ公に行きたいだけだったのに。この時間です。ちょっと待って。拍手が後々来てるんだ。そうよ、どっか行ったから。これね、ちょっとあれは、あと多分ちょっとね、そっちがね、前から離れない方が良かったね。
なんかね、続いてる感じしちゃうじゃないですか。うんうんうん、コントから出てない感じが。そうなんです。あんたそのまま見て、俺が受けたら多分拍手がもっと行き切ってたんだよ。拍手するかどうか迷ってたから、もうじわじわになってたから。確かに、そりゃそうだ。そこは離れなくてよかったよね、多分。確かに。そうそうそう。ほら、この子、ここ慌ててやめるじゃん、拍手。それが良くなったね。神田伯山、話途中で終わるから道案内できないの。ここ一番おもろいのに全く触ってなかったな。なんか一番面白くない言い方してるな、うん、俺がなんかネチネチ言ってる、ね、ネチネチ言ってる、ネチネチ出てる、うん、そうだ、ね、ネットニュースに文句ばっか言ってる時に言い方で言ってるよ。ツイッターじゃないんだよこれ、 M1 なんだよ。ちょっとファボもらえなかったの、うん、ほらファボが欲しいんかい。ちょっと日本人だよ。そしたらもう一回なんかだってさすがに聞こえないわ。なんか言ってた。はい、もう一回レギュラーと何か言ってるよ俺。はい、うん、日本人だよ。そしたらもう一回、ちょ、俺何か言ってるの。え、何言ってるの。いや、聞こえない。うん、僕さっき言ってた発言踏まえた上で、踏まえた上で。あ、ちょっと日本人だよ。そしたらもう一回トウモロコシ言ってた。もう一回だけトウモロコシの容認と言ってるんですよ。それはだって話違うじゃん。そのギュッて話してないじゃんもう。でもトウモロコシはもう一回言った方がいいから。いや、ほんと これバカすぎる。そんなこと言ってないから。外国人もそんなこと言ってないし、日本人も言ってないのに勝手にやってる。勝手なことしすぎ、勝手なことしすぎ。大暴れ。ツッコミだけワンショットおかしいから。本当、ね、ボケのワンショットゼロでツッコミのワンショットあり、おかしいから。あ、1000円カットだったら。あ、1000円カットじゃないですか。違います。実際1000円カットは言ってるんですか。言ってねえよ。いや、綺麗に投げたね、今。いいよ。綺麗に投げ、ほら、ここすごい綺麗に飛んだよ。確かに、これはでも、あの、体幹がしっかりしてるというか、うん、体のセンターが、これむずいんだよ、綺麗に投げる。定まってないと、こんなん真後ろに落ちる。これ、綺麗に投げれないんだよ、なかなか。センターが定まってない。そうよ、この、しかも俺、スーツのボタン、カフスボタンとかだから、ちょっと引っかかるんだよ。うん、なるほど、なるほど。なんとか投げ切れたね。白馬として、行きました、東西に渡る高度点。もっとここ喋ってよかったよな。あ、そうだね、それはそれ本当にそうなんだよ。 うわ、あれなんかちっでかくなった。あっついでかくなった。そんなんね。一回お手本見せろ。すいません、俺が見ちゃうんです、うん、すいません、はい、ちょっとなんでどれにも道案内役入ってくんないの。確かに。なんで役入ってくんないの。その寿司天ぷら侍みたいなのやんないじゃん。待ってる側だからだから何もしてないの。道案内するぞみたいな。そんなやついない。やんないと。そんなやついない。いや、その東京だわ、わかんねえなんてやつもいないから。確かにな。同じだから。あ、芸人じゃん。ちょっとちょっとちょっと。ちょっとこうなったんだ。いや、こんなやついないって。やばいやつ。やばすぎるだろ。やばいやつとしての特徴を表してるんだ、ジャケット。怖いこいつ。怖い、ジャケットこう持ってるやつが一番怖いじゃん。怖いな。怖い怖い。それでいいじゃん。次、握手してや。あ、すいません、コロナでダメなんですよ。いや、写真撮ってるね。写真、写真。今ダメなんですよ。あんだよ、コロナ、コロナ。あとやっぱヤバいやつって左利きだから。そんなことね。左利きになってそんなことね。コロナってただの風邪ですから。そんなことない。ゾール何カッコつけてマスクなんかしてんじゃねえや。はずこいつ悪すぎたのかな。ちょっと本当にコロナは風邪って思ってると思われてる可能性がある。それか減点ポイント。それ減点ポイントある、うん、あるね、確かに。外せ外せってお待ちなさいよ。白だ、てめえがってないです。あ、ワンショットやった。かっこよかったな。一瞬だったな俺のワンショット。もっと長くしてよ。いいね。ブチ切れてるやん。え、俺がブチ切れてる。これ太陽スフィンクスみたいなやつ。誰が太陽スフィンクスみたいなやつ。なんで必ずアイシールドの例え一個入れなきゃいけないんだよ。誰の話？バンバ？バンバ？笠松？笠松？笠松みたいな顔してる。笠松みたいな煽ってねえよ。にーじゃねえよ。口喧嘩強いけど、母三兄弟口喧嘩で完全に任したけど。うるせえな。アイシールドの例えうるせえな。え？いやでもこれね、うん、これでもこのくだりはね、うん、この白山のネタをやってる中で本当に、はい、あれなのよね。これちゃんとして話してると、当日にここできたのよね。ああ、そう、ヤンキーが出てきてみたいな。最後、悩んでたじゃん。うん、そうね。なんかこう、白山に、白山っす、もうネタじゃないから、白山さんって言わなきゃいけないんですけど、そうね。白山さんにね、その誰を倒していただこうかって。はい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 。なんか、そういろんなパターンを考えてよ。ハチ公に着くとか、白山さんが外国人になるとか、はいはい。いろんなパターン考えて、
でもなんかこうしっくりこなくて、うん、したら前日にそのぼる塾さんがそう、ね、なんかライブ神保町で出た時ね、うん、前日だったかなあれ前日だったね、うん、なんかその出待ちをされて、うん、なんか男の子のなんか集団みたいな、うん、男女学生みたいな、うん、で今コロナで出待ち禁止なんですよ、うん、でもそこでめっちゃその人たちになんか絡まれちゃって、うん、写真撮ってよとか握手してよって、うん、すいませんって断ってんのに結構なんか何回も何回も言ってなんだよ、ね、くるなんかもう変なやつがやからがいたんですって、うん、まあもうそのまああの劇場の近くだからまあ明大生か日大生とかしようけどそこら辺のやつがね単独終わりだったんだよね確かに、うん、なんか来たんですって、うん、なんか見に来てたかもわかんないじゃん、うん、中にね、うん、で絡んできてだそれをね、うん、なんかそれすごいちょっと、うん、だからはるちゃんが、はるちゃんもう嫌な思いを し,、うん、しちゃって泣いちゃったんでしょ、そうはるちゃん泣いちゃって、もういやもう怖くて、うん、急にもうみんなにもうでも断って、なんでその他のやつは撮ってくれたのにみたいな、あ、そうそう、そんなやつ僕撮ってくれた人もいましたよ、うん、とかなんかいたんですって、うん、それでもうすごい嫌な気持ちになっちゃった、うん、もうめっちゃ腹立っちゃって、それが、うん、もうあのぼる塾、もう誰も傷つけない、あのぼる塾を傷つけるなと思って、うん、むちゃむかついちゃって、うん、今一番ムカついてるやつがそいつらだから、そいつを一回出して、白山にぶっ飛ばしてもらうっていう。その、いじめられっ子が漫画の中で倒すってことだ。だからその、あれ、ジンの作者と同じ考え方。ジンの作者がやっぱね、遊女が救われなかった江戸時代を救ってあげたいと思ってジン書いたからさ、それと同じなんだよ。ほら、これ一個で言ってんじゃん、ほら、てめえがってな、ヘリクスで、うんうん、皆の努力を無駄にすんじゃねえと、そうね、俺は言ってるわけよ、ボル塾へのメッセージ。そしてどうするかというと、蹴ります。ダメダメダメ、蹴ります、蹴っちゃダメだな、蹴りましたね、心でお時間だって言って蹴っちゃダメだ、お時間だっかっこいいけど、いや俺本当に切ればよかったかな、切るか迷ったんだよね、切るか切るか、切るパターンあったもんね、切ってもよかったね、ジャケットでね、イエーイっていう切り方あったんだね、意外とそんぐらいやってもよかったよかったね、ちょっとまあ怒りが足りなかった、蹴るぐらいやってよかった、かっこいい、かっこいいって感じだ、もうメロメロになって、俺が宮本武蔵と同じポーズしてるいいね、宮本武蔵と同じ完全に脱力してるな、仕方してるな、かわいい、芸人さんかい、おかしい、芸人さんかいって言われたら、ハグさんやめろよとか言ったのに、俺が蹴っ飛ばして倒したら、ハグさんかっこいいって言ってこのハチ公のようにどこでついてんだよ、これがウケんかったなぁ、ウケんかったなぁ、ウケなかった顔して歩いてるもん、ウケなかったちょっとその確信歩きの逆みたいな、ウケなかった誰がホームラン確信歩きの逆、ウケなかった歩きみたいな、誰がバレンティン、逆バレンティン、逆バレンティンじゃねえ、そうね、これはちょっとあれだったな、もういいよ、どうぞ、したちょっと俺の帰る時のファサが入ってないな最大限カッコつけて帰ったのに、別に俺という一連でした、良かった、良かったですよね、でもトータルね、どこでついてんだよ、まあね、今見ても別にね、面白かったですし、別に、あ、本当ですか、はい、別に、あれ、いや、これこの人たちは負けちゃったんですか、私、負けたやつのみさらされてます、レベル高いっすねこれで落ちちゃうんだ、あれ、誰ですか、そうなんだ、ツイッターの人、ん見てる人、あ、じゃあちょっと教えてあげないと、え、教えてあげないとって何ですか、レベル高いっていうのはどれ、家族とかですか、 LINE で、あ、あ、ごちゃんのみんなもういいって、いやもういいんだって、この2回戦の時は YouTube のコメント欄とかに言ってたけど、そのごちゃんはもう関係ないじゃん、この場合スレの民スレの民たち、民たちじゃないよ、なんなんそのもう自分で書き込めよ、じゃあそこまで言うならさ、それやったらおしまいだと思ってるだけ、なんだよそれ思ってるだけ、なんて言ってんの、じゃあもう民たちは、民たちの、いやおかしいんだよマジで、落ちたの、なんで、いやもうその審査員の方がね正しいですから、いやでもスレは正しいけどな、スレは正しくねえんだよ、スレも正しいんだけどな、うち何人が見に来てんだ本当に、じゃあ聞くけどよ、え、だってこれだから11月17当日よ本当に、うん、当日のさスレとかだと、うん、令和ロマンマジで決勝あるんか、うん、令和ロマン硬いってなってんの、乗っけてるだけでしょ、なんかツイッター乗ってるやつをこっちに、いや、おか、いや、こう、自分の言葉でも書いてる、え、
令和ロマンいろんな意味で落とす理由がなさすぎるな。なんでだよ。うん、でもね、ユニバース、マジカルラブリー、二重丸、うん、で、丸、まあほぼ確定、ニューヨーク、インディアンス、令和ロマン、ぺこぱ、GAG、ダイヤモンド、うん、おかしいなぁ。いや、この時点でもう令和ロマンと GAG 社のダイヤモンドさん落ちてるからね。もう3つ違うしね。丸っていうのも変だよなぁ。変だよなぁじゃないよ。上手の真ん中の席から感じた客観的な受け取り言ったら令和ロマン当確ってなってるな。当確ってなってるな、ほんとだ。ユニバース、錦鯉、ホテイソン、ぺこぱ、インディアンス、令和ロマン、もうこの場合は令和ロマンだけ落ちてるからね。そうだね。おかしい。おかしくねえんだって、だからどうなってんの、その、うん、もう何回も言ってるけど、その受け量じゃないから。おかしいよ。おかしいじゃないんだって。審査員が決めるの、 M1 っていうのは違うの。 2ちゃんの人が決めることじゃないの。令和ロマンは結果の方だったら KO 罰のバックアップも期待できるからな。ねえよ、そんなもん。ねえだろ、多分。これはない。これはねえよ。KO 罰のバックアップなんか聞いたことない。ねえ、聞いたことねえ、受けてる人。聞いたことないね。すごい、やっぱすごいよ、兄ちゃんは。何？令和ロマンは2人ともターンリスナーって感じ。俺たちがハライチのターンを聞いてることはもうバレてんだよ。どうバレたんだ、それって。それってどうバレてんだよ。本当だよ。俺らラジオとかに言ってるけどさ。言ってるけど。吉本的には令和ロマンを勝たせたいのかな。思ってねえよ。思ってねえよ、そんなことは別に。福岡で単独やったユニバースと、福岡にめっちゃ出番入ってる令和ロマンの評価が高い、福岡評価路線ある。ないわ。ねえよ。どんな捉え方してんだよ。これなんか 俺も知らんかった。これ令和ロマンは春からレギュラー決まってるからな。ええ当たったの。決まってないの。え、令和ロマン春からレギュラー決まってるらしいんだよな。え、でも書いてあるから多分あるんだよ。嘘。ないよ。え、あるみたい。ちょっとマネージャーのカレンダーとかには載ってないっすよ、春から。何もなんかレギュラーとか書いてないっすよ。いや、ちょっとそれと変なやつですよ、そいつ。いや、これ多分なんかどっかの局の人なんじゃない。書くか、局の人が。局の人なんだ。局の人が書かねえよ、ね、曲の人は。なんであとバラすんだよ、曲。何のメリットがあんだよ。ちょっとじゃあ、もうこの辺で言ったら、もう落ちてからね、落ちたぐらい、あ、結果出て、うん、からは、でもやっぱり、令和ロマン、うん、落ちたの残念、うん、やっぱ神田伯山が良くなかったんか、固有名詞に頼りすぎた、うん、とか、令和ロマンが落ちて、うん、おいでやすこがが通ってるの面白すぎる、うん、うん、全部真っ当な意見だな。神田伯山はあかんのか。そんなことないです。多分そんなこと。俺らのなんかが願いよくなかっただけだから。あ、もうその手のひら返しがすでに始まってます。令和ロマン優勝とか言ってたやつ。すごい。本当に日本シリーズの巨人みたいになってる。めちゃくちゃかわいそうじゃん。かわいそう。原監督ぐらいの扱いされてるじゃない、俺たち今言ってたやつ。そうそう、ほらやっぱ令和ロマン落ちてんじゃん。あら、言ってたやつが、俺らじゃなくて言ってたやつが戦ってるのがかわいそうだな。そうそうそう。俺らが言われる分にはいいけど、その、そうそうそう、令和ロマン優勝って言ってたやつが叩かれてるのかわいそう。あ、もうこれ3年ぐらい前の川瀬さんのあれですよ。令和ロマン落ちたーって。あれね。ウエストランド落ちた、ウエストランド落ちたー。懐かしい。そうですね。そうで、何、2回戦のさ、動画見ながらのやつやったじゃん。ああ、そうね、うん、その時俺もさ、うん、俺その2ちゃんの話をさずっとしてたわけ。うん、それがその話をまたこのスレでしてます。何ですか、どういうことですか。令和ロマンの煙このスレ見てるらしいぞって話をこのスレでやってます。それをさらに早く言うなよ。でやってます。無限になっちゃうから、はい、令和ロマンの YouTube でここのスレが出てる、うん、はい、バレてんじゃねえかよ、はい、YouTube とかアプリラジオを聞いてる限り、このスレは東の若手や地下芸人はかなり見てると思う。ママタルトはもちろん、令和ロマンとか真空ジェシカも見てるよ。ママタルトはもちろんって何。ママタルトはもちろんって何。どういう意味。え、そんな公言してるんじゃん。わからない。もうその俺たちのその配信というか、その話のせいで、うん、
あの単発、うん、要はその何かにこう、なんていうの、レスのアンカーみたいなのがついてない状態の、うん、ただ令和ロマンを持ち上げる令和ロマン上げが全部企画用に見えてきたって言ってます、うん、あ、やらせると思われてやらせだと思われてもう被害出てんじゃんねえもうそのその被害出ちゃってるから俺たちがふざけてやってると思われてる それは良くないよ、もうこの人たちで楽しい世界なんだからさ本当だよなそれはもう違いますよ、一切そこはしてないですよそれはしてないですよなんかね、あの突然あの車天才ってひたすら言い続けるやつが現れてくる怖いそれそういうやつがいるから企画だと思われるんだろうよ車がいかに天才かをずっと言ってるやつが現れてそいつを全員がこれ YouTube の企画だなって走らせてるっめっちゃ嫌なんだけどなんでさ こっちがそんな言ってんだからさこっちをあげろよこっちが仲間って言ってんだからそうそうそうあとあの1個あったのがねあの煙このスレ見てるなら答えてくれ早く太れこのツーメッセージ聞いてないかよ見てるよって思ってる早く太れよそれは言ってるそれはでも今回の M1 ちょっと今まとめると最大の反省点ですよ本当にやっぱり本当そうね痩せたのが全然違うやっぱ確かになんかさっきからちょっとマジガチ反省でちょいちょい言ってたけど、うん、言い方が面白くないなって言ってるじゃないですか、うんうん、それは多分本当に体が急激に変化したから喋、ね、り方が追いついてないじゃん絶対そうなの、ね、人間で15キロ増えたら声量も変わるし滑舌も変わるわけじゃんかてかさ太ったまま生きてきてその中でそのクラスとかで面白いことを言ってたわけですよそうですよそうそうその中でずっと通用してたわけその音感があったんだよそうよそうそうそれを全部失ってからやるんだったらもう本当そうだよな一からやんなきゃいけないよだからマジでちゃんと今から練習して面白くなるか元の人間身のまま面白くなるか選べさすが太りつつあります今実際ちょっと戻ってますよそうそうそうちょっと戻ってんだよねいいと思うそのままあ確かにねで仲間たちの言うこと絶対だろ確かに仲間の言うこと聞けよ仲間なんつってんだよ太れって言ってるほらそうだろ仲間裏切らねえだろ仲間裏切らねえ仲間に約束しろ仲間に約束してイちゃんのみんな俺太るよ聞いたことない発言イちゃんのみんな俺太る聞いたことないから文章としてどういう意味イちゃんのみんな俺太るよ意味わかんない意味わかんないから本当にお願いしますね、うん、本当に YouTube の皆さんも、リチャーの皆さんもね、インターネットのみんな、令和ロマンをよろしくな、よろしく、アデュー、アデューだ、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いします。